こう上手に決まったと。はい、で当時ね3年生がねちょっといろいろ問題があのなんかほらトラブルがあったトラブルなんか出動停止みたいなのあったんですよ。入学してすぐ入学する前の年がそうだったんでちょうど僕入った1年生の時が3年生来てその1年生だったんでみんなこういなかった部員が少なかったんですよ。で、もう1年生入った途端に3月のオープン戦ぐらいから出るんです。まだ入ってないよ、4月で入学してカメラ大丈夫ですか？いや全然大丈夫で、入学が4月8日ぐらいじゃないですか。で、4月のもう春の大会が1年生レギュラー出てるんです。1年から出てる春のもうだからすごいっす。だからまあ入学式終わってすぐぐらいの試合じゃないですか。4月 の、 あの春の大会に4人レギュラー出てたんですよ、1年生1人高島っていうのが来られたんですけど、オリックスのキャッチャーか、はいはい、いいキャッチャーだよ、ね、マッツが、はい、あと同級生で、あれがキャプテンで、あと他に4人がいて、でそのメンバーが3年生になった時に秋の大会で優勝して、で2年のだからまあ3年の春と3年の夏は甲子園。いやすごいっすね。早いな、高校3年間を振り返る。はい、終わりか。早すぎる。早すぎる。お前で入学してお前さもう甲子園でもう引退したの。早すぎるわ。いろいろ聞きたかったけど。高校時代の時、寮とか。寮なの。ちなみに宇都宮駅から僕が最寄りの駅は西那須野駅、那須塩原の新幹線の駅ですけど、あそこまでまあ鈍行で普通の列車で40分なんです。で、ちなみにそこの最寄りの駅まで僕家から自転車で4キロ自転車で行って、そこから電車乗って、宇都宮より40分かけて、で、宇都宮駅からさらに4キロぐらい。だから自転車こっちこっちに行っちゃうやつ置いて、で、こう行ってこう行って。贅沢使い。贅沢っすね。だってどうすんすかこっち。いやいや、走りゃいいよ。いやいや、無理っす。で、その宇都宮駅から学校までは4キロなんですよ。で、学校からグラウンドが4キロある。だから学校行って授業してで授業終わったらここまで行って4キロ走って練習して最後8キロまで出てでまた電車乗ったりとか。それ何家からだったの？そうっすよ。朝6時半ぐらいに6時半の電車乗ってるからまあ6時過ぎには出るし帰ってくるのが8時40分でしょ。で9時半ぐらいでしょ。で家着く10時で家でご飯食べても11時ぐらいにすぐ飯食ってくるまで寝てで6時ぐらいにも電車乗ってるんですから。それも3年間それしんどかったんで途中で1年の秋ぐらい寮入ったんです。でも寮に入ると出会いとかないじゃないですか。出会い出会い出会いちょっと展開が出てきましたじゃないと面白くないじゃん出会いで例えば電車乗ってたらちょっと他の高校のしかも上手くて男子校なんですよ。ああなるほど。分かる。やっぱり電車乗ってたらそこそこちょっとこうなんかあるかもしれないです。出会いが他の高校の女の子とかもしかしたら OL さんとか言わないだろいや冗談じゃない。例えばですよ。なんで出たなんとなくみんな流されるじゃないですか。その前の子たちがみんな寮に入って夜夜間練習したりこういろいろする朝もいっぱい練習できるしみんな寮に入ろうぜみたいな感じのこうキャプテンがそういう風に流されるんです。まして僕らは遠いからでもじゃあ入ろうかってなってレギュラークラスの1年生がみんな、まあ、10人ぐらい寮に入ってでもなんか2年の10代にやっぱり通おうかなみたいな感じでで、通いました。なんか理由は何なんだろう、なんか覚えてないですね。いや、それで高校時代ってなんか厳しさとかなかったの？あのね、上下関係は若干ありましたけどでもね、その一つ上の先輩たちが結構いい人たちばっかりでで、試合出てたのももう1年生の、例えば3年生いたらするでしょ。で、1年生と2年生のチームになるじゃないですか。それ1年生はもう6人ぐらいレギュラーだったんですよ。で、3年生は2、3人でキャプテンがいるんですけどでもキャプテンも結構理解のあるキャプテンでお前らがいなくちゃ勝てないねみたいな感じしてくれて頑張ろうぜみたいな感じのキャプテンだったんでそれはもう当時としたら珍しいな。いや、ないっす。まだこう、なんか暴力が当たり前とか。いやでもね、僕もだから中学校、高校、大学と本当に後輩とか殴ったことないです。すごくないっすか。伊藤さんと応募したでしょ。いやいや俺は高校時代は殴らなかったよ。大学行って、俺がキャプテンやった時に集合しろ、集合しろっていうやつがいるじゃん。いますよ。俺絶対やりたくなかったの、うん、で、2時間も正座とかそうそう。そんな面倒くさいからやめようと。いやもう大体のその行動を見てるからもう一人一人呼んで、まあ、一発こうバンッそれタイプですよね。そうそうそう、そういうの嫌だもん。僕も、まあ、僕はそういう環境だったし僕もそういうふうに後輩にしようと思ったんでだからそういう意味ではその上級生すごい恵まれました。監督はどうだった？その時も高校の監督監督でおじいちゃん監督だったんですよ。もう60、当時も最年長と言われてあの年で58ぐらい、もう亡くなりましたけどあの年で58だったんでもうすごい年配のおじいちゃんででコーチがビシッとしたコーチが一人いたんですけど練習とか全部そのコーチに任せてるみたいな。そのコーチの人もすごい理解があるしね、愛情があるチームですよ。小野さん自体はその頃からもうプロ野球選手になりたいってのがあったんですか？なりたいと思ったけど実は無理だと思うんですよ。
全然、体が170ぐらいでしょ。いや、もっと小さい。174です。でも、まあ、そもそも小さかったし、プロのレベルとか見てたり、1年生、2年生が試合で出してもらってるから、浦和学院の鈴木健さんとか、やっぱもう桁が違うんですよ。名前のレベルはすると、ちょっとやっぱ僕ら全然違うんですよ。高卒の段階に来てたんですか、スカウト。全然。あのね、高校生ってさ、多分お前も分かるけどさ、プロのスカウト来ててもさ、誰を見に来てるとかさ、どこと話があるとかって一切感動が合わない。あれもちょっとどうなんすか、情報欲しくないですか、広げづくからな、あれなんだね。ああ、そうなんだ、そう言っちゃってこのご時世にさ、なんか監督が勝手にさ、就職先とか決めるじゃない、はい、もうお前はどこどこの付き合いがあるから、どこどこの社会人行けとか、どこどこの大学に行かないと次のラインがあるからとかさ、なんかそういうしがらみもちょっと難しいんですよ、ね、まあ、もちろんね、お付き合いがあって今後のためもいろいろあるけど、甲子園で人生変わった、人生は全く変わんないっすね、余裕よね、変わらないやんそうっすね、ちょっと待って、めっちゃ変わりましたねお前、そこまで行ってんだろ、そこまで行ってんだろ、お前さ、ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ、甲子園で人生変わった、めっちゃ変わりましたね、もう遅めだ